今回の決闘というものを見せてもらおう。俺、剣山手加減しない。さあ、ファーストラウンド始まりました。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。プレイヤー1、相手を壁に押し付けていきます。ここからが大事だな。さあどうだ。プレイヤー1、ドライブゲージは残りわずかとなっています。ここからの立ち回りは難しくなるか。突進技でこじ開けていきます。ここでバーンアウト。ちょっと危ないな、これは。壁からは逃す。ここで勝負を決めました。いいね、とどめまでしっかり。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。上から仕掛けていく。ここは流水脚、チャージを優先。試合は序盤、立ち回りはどうなるか。頑張っていってもらいたいよね。飛びは通しません。さあ、なんとか中央へ押し返しました。プレイヤーは若干体力でリード。受け止めながら、これは。さあ、ここで SA 選択。さあ、ここは SA を使って勝負に出る。いいぞ、この調子だ。この地上の前線、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。プレイヤーはバーンアウトになっている。攻めをしのげるか。捕まえて投げ飛ばす。次はどう出る。飛びはバレていたか。あっぱれ、やるではないか。飛びは落とした。いいぞ、この調子だ。次の展開はどうだ。ここは攻めたいところ。さあ、これは痛いぞ。今ラッシュから中足から。気を抜くでないぞ。下段は KO。 やるではないか。さあ、試合が終わりました。いかがでしたか。ではまた会おう。さあ、この対決どちらが勝つか、勝負の一戦が今始まります。今回生贄となるのはどちらだ。俺、剣山。手加減はしない。さあ、試合開始です。実況は私、平岩です。よろしくお願いします。よろしく頼む。期待しているぞ。さあ、序盤の展開どう作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。ターゲットコンボでまとまったダメージを取っていきます。投げの選択肢を通す。いいよいいよ。壁に押し込んで有利を作ります。ここからが大事だな。どうだろう。さあ、技が空振るかどうかのギリギリの間合い、両者攻めあぐねているか。アーマーで受け止めている。おお、そうきたか。上はしっかり落とします。体力差は若干ありつつ、まだどうなるか分かりません。飛びは通しません。もうちょっと間合いを測って、ここから攻めるタイミング。ここはオーディチョーク KO。 ああ、決まったね。プレイヤーはここは見事ラウンドを取っていきました。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。試合も盛り上がってきました。さて、次はどうなるか。先ほどの戦いをこのラウンドにどう生かすか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。飛んでいる。さあ、しっかり距離を取ります。さあ、どうだ。プレイヤー2、体力状況で先に有利を取りました。勝負はここからが面白いんだよね。なんとか押し返して画面中央へ。よっ、押し。さあ、ここで SA 選択、一気に畳みかける。見事だ。ここは出し惜しみなし、 SA レベル3の大ダメージを叩き込んでいきます。
プレイヤーバンアウト、まずいぞ。プレイヤー1ドライブゲット、さあこれは痛いぞ。飛びは通さない。見事だ。画面端、試合はどう動くか。もっと投げが決まった。素晴らしい投げだ。ドライブゲージは尽きている。ジャンプは通さず。見事だ。行け。勝負あり、 KO になりました。そういうことだ。まだまだ痛かったと思わせる名勝負でしたね。二人ともご苦労であった。またの試合をと。さあそれでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。我が輩を楽しませてくれ。スタート。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。諸君、検討多いの。飛び道具で一度様子見でしょうか。攻めるきっかけを探ります。これはどうした。さあお互いの距離は大きく離れています。仕切り直しの間合い。プレイヤー1、まずは体力でリードします。このまま行くか。ここは弾でプレッシャーをかけていきます。さあここは弾で圧をかけていきます。両者ここから SA ゲージをどう貯めていくか。プレイヤー2、画面端のいい状況を作っていきます。さあもっとやり合うのだ。大きなダメージチャンスが訪れます。ちょっと危ない。 KO 決まりました。勝負あったね。さあこのラウンドはやや一方的な展開でした。次はどうなりそうですか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ひとまず飛び道具、ここからどう出るか。プレイヤー1、前回のラウンドではドライブゲージを常に確保して勝利しました。ゲージを切らさないこの立ち回りをどう維持するかが今後重要になりそうです。そういうことか。なるほどな。飛び道具で対応を迫ります。受け止めつつ攻撃していく。おお、そうきたか。 SA をきっかけにここでバーンアウト。まだ諦めるな。ここから一気に畳みかけるか。プレイヤー2、ここでバーンアウト。苦しい。この隙は見逃しません。ドライブインパクトで反撃していきます。いいぞ、この調子だ。ここは出し惜しみなし、 SA レベル3の大ダメージを叩き込んでいきます。どうした。待て。ダッシュで前に出る。 KO。 いいね、とどめまでしっかり。危なげなく見事に勝利しました。素晴らしい立ち回りでした。破竹の勢いで勝ち切ったな。